救急方向次第には切り傷などの手当てを行います。応急手当が完了した被災者は防災ボランティアが医療救護所まで安全に搬送します。Thank you.
を実施します。関係機関の連携により、迅速な調査の確保が可能となります。はい、慌てないで、ゆっくり歩いて。